だよ、だから怖いっつってんだ俺は。何かが起こりそうな感じがするっつうの。だから言ってんのは、あのね、あの紅茶の CM に出てくる電車乗ってる女の人の顔が、なんつったらいいのかな、ブサイクじゃないんですよ。ブサイクっていうカテゴリーじゃないんです。なんつったらいいのかな、個性派なんですよ。もうなんかね、モーノーとか言うでしょ。なんかあれジローラモさん、あれジローラモさんだよね。ジローラモさんが、ジローラモさんじゃないのかな、なんか外国の電車みたいなところに乗ってんのよ、この人が。でジローラモさんがなんかその紅茶を出すわけで、すごいなんか明るい感じなのよ、その電車自体は。それでボーノーなんて言われてで、このなんか紅茶うまいよみたいな CM なんだけども、なんか一点安定しそうな感じが、俺のその女の人の、なんもう今さっきもちょっとスタッフと口論になったんですけども、取り入れてるんですよ、断じて。でスタッフは魚派がすっごい、あれをむしった鳥の顔してるんですよ。それも知らない鳥ですよ、僕の。なんかそのスタッフは魚みたいな感じの、まだなんていうの、なんつうの、湿り気があるとまた違うんですよ。湿り気があったりとか、例えば生臭いっていうのも、なんかこう生きてるってことですから、それはまた違うんですけども、あのね、鳥の感じなんですよね。鳥のあの感じの女の人。僕の中では、鳥さんっていうことになってるんですけども、まあ、あえてもうその人が、市川美和子さんだっていうことは調べはついてますけど、鳥さんです。それも、僕らの国では食べないタイプの鳥さんの顔の、もうなんかね、なんでしょうね、別にね、CM にね、普通の感じのブサイクさんが出てきても、今は僕の理論の中では、女性のああいうこう、イメージキャラクターみたいな人を女性が選ぶ時代ですから、もうそうなってくるとなんかね、どっかで離れてくるんですよ。僕らが思う感じとは、なんか分かりやすいやつにだんだんなんかね、個性派とかなんかでも分かりやすいやつになってきます。だいぶ免疫がついたんですよ。だから一人一人をあいつはどうなのっていう、なんかそのスーパーモデルみたいな肩書きで塗りつぶすと、ヒョロナガオブスみたいなことはもう全部オッケーなことに対してはもう怒らなくなってますし、それは僕が悪いっていう形で、もう自分から使用キースに座ってますよ。電動使用キースに座ってね、乳首を鉄やすりでもう自分で落としてますよ。今まではね、黒い服を着た人にやられてましたけれども、今はもう自分でそれやってますからいいんですけど、もうそのね、紅茶の CM の人はね、また俺の中の何か違う扉を開ける感じなんですよ。わかんないですが、あれが今30秒ぐらいの CM ですからいいですけど、あれがもしかして1時間ぐらいの CM になったら、僕多分謝りますわ。なんか、忘れてたようなことを思い出して謝るような感じの人なんですけどね。皆さんいかがお過ごしですか？そういう挨拶で、そういう季節の最近だから、なら要するに僕の言いたいことは、その紅茶の CM が、その出てくる女の人が怖い怖いの今日この頃ですけどっていう、いわゆる季節の挨拶ですよね。なんかね、昔はね、なんかこう CM とか見てるとね、こう誰も知らないこう CM 美少女とか言うんですか、とか、面白い顔の人いっぱい引っかかってきた僕なんですけども、最近なんかね、見流せるようにどうもなりましてね、新しい CM 美少女の発掘とか僕のあんまないんですけども、今までは、もう10年ぐらいになりますかね、パッとサイデリアの CM の、すごい量の小林亜生が、いろんな家族になって出てくるやつの、女子高生の制服を着た小林亜生が、ものすごく可愛いからチェックしろみたいな情報はね、伊集院光こと CM Now は出してきたんですけれども、最近はどうも、多分リアルタイムであんまテレビとか見てないんですよ、僕多分。なんかこう、ガチャガチャやったりとか、ビデオ撮ったやつの CM サーチしたりとかしてるから見ないんですけど、サーチしてもなんか違うもんが走りましたもん、僕。なんかの番組撮ってこれサーチしてる途中に、普通だったら単に紅茶じゃないですか。なのにもかかわらず、なんか、ゾワッとしたんですよ。さあ、ちょっと巻き戻してみようと思ったら運の月ですよ。まあ、市川さんのファンの人とか家族の人もすごく嫌な気持ちになってると思いますけど、なんか、だからいい言い方考えなきゃな。
ものすごいトラウマを抱えてそうな顔なんですよ。いやいや、いい方じゃないですよね。だから映画顔、あ、なんかこうわかんないけど、彼女がパッと出てきて映画のスクリーンに入る感じは、映画のスクリーンに出てきたら何事かあるっていう顔なんですよ。で、なんかね、メイクとかも、あ、メイクなのかスピンなのかわかんないですけど、ものすごい青白いっていうか、こうなんかね、感じになってるんですよね。僕の中であの CM、 次トンネル入って、トンネルがないんですよ、そんなシーンは。あの電車がトンネル入って真っ暗になって、トンネル出てきた時にジローラモさんの首がちゃんと肩の上に乗ってるのかっていうことなんですよ。それをすごい僕の中では想像して、もうジロー大丈夫か、ジローラモみんな乗ってないですよ、それはどうやったって。コンコロリンですよ、コロロロリンですよね。それでみんながギャーって悲鳴を上げてんのに、あいつはまんま紅茶飲んでんですよ、血だらけなのに。まあ多分かまいたちの夜のやりすぎなんだと思うんですけど、僕は基本的にはかまいたちの夜やってると、かまいたちの夜っていう、まあ、サウンドノベルゲーマーは出るんですけども、かまいたちの夜はみんなのこうなんかこうゲームといえどもサウンドノベルだから、こうずっとその活字ばっかりで、活字と音楽とそのちょっとした CG で構成されてて、その人の顔を限定しないように自分の中で想像するように、その連続殺人とか起こるんですけど、殺しちゃう人が殺されちゃう人、出てくる人全部シルエットなんですよ。で、見終わった後に、俺なんかが好きなのは、友達とあの役は誰かなとか言うのはすっごい好きなんですけど、もうね、ストーリーに関わるか言えないですけど、まあ鎌を持ってた女なんですけど、固定になってますからね、僕の中でね。飲んでもいない紅茶を飲むシーンとか頭の中出てきてますから、かまいたちのストーリーの中で全然出てないんですけれども、いや、まあまあこれは皆さんにご賛同いただけるのかどうかわかんないです。逆に言えばもうすごいファンの人もいるかもしれませんから、僕かえって写真集が見たい、水着ではない感じの、あのどっちかというとグラビアアイドルっていうよりは、その昔戸川純さんが出したお赤飯を食べながら血だらけでしゃがみ込む少女みたいな、ああいうやつが見たい感じになってるんですけどね。ていうかものすごく僕の中で勝手に血の匂いがしているのが大変申し訳ないんですけども、いや、なんだろう、あのショッキングだ、ブサイクではないよね。ブサイク度数だったらもっと高いやついるって。実名は自主規制ですよ。それに関しては好みの問題がありますが、ブサイクでは絶対ないんですよ。ないんだけど、付き合えるかっていう。じゃあこうしましょう。ブサイクではないけれども、ボーイズビーの配役には絶対ありえない感じなんですよ。なんかそれが、僕の中で、僕の何かに触れてる顔なんですよね。なんか僕の DNA の中の何かを刺激して恐怖させる感じの、あのオーラが出てるんでしょうね。それは女優としてすごくいいことです。完璧にフォローが済んだので、それでは1曲目いきたいと思います。ボーイスタイルで、ボーイズビースタイリッシュ。あれはジローラモさんじゃないの？ジローラモさんじゃない説の方が今強いですね。俺はジローラモさんっぽいな。だからあんまり凝視してないですから、怖いですから。だって僕の中ではあの外国人の社長さんは死んじゃいますから、そんなかわいそうで見てられないですから、あんま見てないんですけど、多分これ俺かまいたちの夜現象ですね、完全に。もうね、かまいたちの夜の新しいその何、監獄島のわらべ歌っていうやつがものすっげえ怖いんですよ。ただわかんないのが、例えば分かりやすいので言うと、バイオハザードの、ゲームキューブ版なんていうのはもう見るからに怖いじゃないですか。もうちゃんと出来上がって床に映り込んだその何シャンデリアの影ぐらいまできちんとしてるじゃないですか。あれはもう当然怖いんですよ。で、あれがいわゆるお化け屋敷とするならば、すっごいよくできたお化け屋敷とするならば、その出てくるの文章ですから、要はなんかこう絵自体はそれは当然緻密さで言えば全然バイオハザードの方が多分怖いんですけど、僕の特性にぴったりな、僕はもう裏ビデオなんかよりも、字のエロ本の方が怖いんですよ。僕は怖い。字のエロ本は怖いんじゃない。字のエロ本の方が、エチーっていう僕のなんかこう、エロティカル IT みたいな頭の中にありますんで、わかんないですけど、その、
僕の頭の中に装置ができてますんで、あれはね、本当にね、文章を読む人にとってすっごい怖いし、逆に言うと面白いもんでね、いろんなさ、これは OK、これはダメみたいなことってあるじゃないですか、その世の中には、それ人が不快になるようなことはダメだしとか、あとあまりに刺激が強いのはダメだとか言って、それを、こう、すごく、僕らなんかよりもお利口さんの人が考えて、これダメだ、バカ野郎みたいな、お前2時間の番組で何回チンポつってんだみたいな話になるわけですよ、そういうのは。で、結構その直接的なやつはすっごい怒られるじゃないですか。直接的なやつは、もうなんかいい大人になってるのに、部屋に、座って、なんかこう、男性偽名称を口にしたことに関して、すごく何、猛省を促される感じっていうのは、まあそれはそれで間抜けなんですけど、意外に直で出てないと大丈夫っぽいっていう、俺に言わせれば俺の頭の中に浮かんでるその映像は、もう全然バイオハザード超えるぐらいのすっごい怖い感じになってるんですけど、全然、しかも主演女優まで決まっちゃってますよ、僕の場合は。今までだとこう想像しながら主演女優バッチリ決まっちゃってるんで、余計怖いみたいな感じで、すっごい話になってますよ。なんか、やっぱその、発売前に、その、作った人にインタビューをする仕事があったから、じゃあ、まだ発売前なんですけど、ちょっと完成版やってみてください、なんて言われて、その、貸してもらったんですけど、なんつったいのかなぁ、すっごい表現で怖いっていうのが、なんかね、殺されちゃうんですよ。すごいひどい殺され方で殺されちゃう人がいるんですよ。で、それが、その人の部屋の描写みたいのが、スパーって切られたおかげで、もつがはみ出てくるんですよ。ね、怖くないような言い方をすると、白もつね、ガツ、ハツ等の、ね、その、コテッちゃんって言い方が一番いいと思うんですよ。コテッちゃんが、非常に厳しい状況になってるわけですよ、それの中で。で、その時の文章の描写が、血の匂いと、引きずり出された大腸から香る、糞尿の匂いが、とか書いてあるの。そうすると、もうね、匂いすんね！なんかもう、俺は、ちっと糞尿の匂いが混じったやつは、ひどい切れ死になった時以来書いてないんですよ。それ、高2ね。高2の時以来は、書いてないんですよ。その時も僕のかなりうんこ臭がすごいエネルギッシュだった時の頃なんで、うんこ臭の方が全然勝ってるんですけど、そんな表現とかがやたら出てくるんで、うわ、俺多分怖いの好きな人は、あれだなぁと思いながら、私はちょっとやってたんですけどね。いや、なんか今、あれですよ、市川さんの話から随分変な、市川さん情報インターネット出ましたけども、市川さん情報としては、浜マイクに、私立探偵浜マイクに、殺人鬼なわけですか殺人鬼なわけですか、なんで俺そのキャラついちゃったんだ、なんか、そんな、いや、なんか出るらしいですよ。ねえ。あ、やっぱりモデルとしてファッション誌から来てるよ。やっぱりってどういう意味だよ。なるほどね。まあ、一回 CM 行こう。なんかね、ファックスでね、切ったけど、陣内修太さん、なんかその鳥みたい女優さんの妹さんがっていう、なんかロシアの映画祭で主演女優賞を取ってた情報ですよ。ね、それからあと、アナザーヘブンっていうやつの中で、これ本当かな？泉野明さんですよ。アナザーヘブンっていう、ドラマの中で、脳みそを食べちゃう役の人だそうですよ。だとするとかなりいいキャスティング。僕の中だけではいいキャスティングですね。で、僕はわかりました。褒め方がわかりました。彼女は、日本では数少ない、スティーブン・キングの作品に出やすい顔。だからそういう意味ではかなり、なんかスティーブン・キング作品には、多分ね、欠かせないと思いますよ、これから。欠かせない顔になります。俺でもね、売れる気がするんだよね。あの存在感はすごいと思うんだよね。老けた、ちゃんと。ケツ老けた。さっきなんかちょっとケツ老けたと思って一回 CM 入ったら、もうなんか厚生労働省が、なんじゃうんこべっとるですよ、みたいな話になって。何度も拭いたことない。ああ、やっぱりまだついてた、みたいな感じになってたんで。これでいいよな、今中和されたな、完全にな。もうつ、まさかもうついてないよ。まさか全然。全然。まだついてない。まあまあ、あんなね。物の例えとはいえね、うんこがべっとりとか言ってる人が言う評価ですからね、そんなものは。へみたいもんですけどね。